コの青木かのりと、こんばんは、元カレ女子のケロケロマスミです。うわ、羨ましい元カレ女子ですよということで、今回ですね、こちらにある美味しい焼肉、大山にある矢沢さんでですね、お肉を食べながら、ちょっと私の最近の悩みを元カレ女子のケロちゃんに相談していこうかなと思います。とりあえず焼きます。そうですね、食べましょう。食べましょう。イエーイ。イエーイ。何から焼きます？何から行きますかね。この五種盛り。あ、いいですね、五種盛り行きますか。じゃお願いします、先輩。あ、わかりました座布団お願いします。そうだ、座布団。最初に座布団行かないと座れないからねちょっとこれだ、ごめんなさい、お酒入れなくて喋れない、待って。あ、そう、私が最近その悩んでることがありまして、はい、この前人生初の幼なじみとの女子会に行ったんですよ。おー。っていうのも、普通の女子会は今まで全然経験ありますよ。ただ私の昔の男子時代を知ってる女友達との女子会は初めてなんですよ。いろいろと私はギャップを感じたんですね。まあ、もともと私の男子時代を知ってるから、私は昔のノリのままでその女子会に乗り込んだわけですよ。だから男の子特有のノリですよね。おちんちーんとか、なんかもう本当そういうレベルの、もうしょうもないこと。それをですね、私が普通に女子会のパスタを食べながら行ったわけですよ。パスタを食べながら、はい、行ったらなぜか思ったような反応書いてこなかったんですよねいやそんなやめないよ東くんみたいなこと昔言われたんですよ。東なんですよ。東くん、はい、なのに女になってからか、なぜか向こうも女として私のことを接してくるようになったんですよ。だから私がおちんちーんとか言うじゃないですか。そしたら、いやいやいや、みたいな。でそこで私が聞きたいのが、はい、女子同士でふざけた時に下ネタとか言ったりしないんですか？いや、したことないかもです。え、だって食べますか？あ、食べますか？タレにつけたの。はい。これ座布団ですね。はい。うん。ありきたりなコメントで言うととろける口入れた瞬間にもうベロでお肉がフォッって消える。もうベロの圧力だけで絶圧ですよ。ちょっと絶圧。まあ私もそのケロちゃんの動画見てるからか、なんか勝手な先入観ですけど、結構男的なノリをするじゃないですか。はい、確かに。生配信中にこう足広げてウィーって言ったりとかウィーみたいな、はい、え、そのケロちゃんでも女子会行ったらやっぱ違うんですか？女子会でチンチンは行ったことないです行っちゃった行ったね今初めて言いましたよ。だから久しぶりに行ってびっくりしましたもん。ちょっとごめんなさいね、これ、はい、あの今私のチャンネルってすごい半分ぐらい女性の視聴者さんですよ。あ、なるほど。見てくださったよ、本当にいつもありがとうございます。その女性の視聴者さんの敵に回す発言になるかもしれないんですけども、じゃあ女性ってどこに楽しみを感じて生きてるんですか？チンチン言わずにどう楽しんで生きてるんですか？え、だって女性じゃないですか、はい、女の子育ちじゃないですか、はい、これは炙る程度でいい。 ありがとうございます、はい、うわすごい。何でしたっけこれ。これはイチボ。イチボだ。イチボおすすめのやつですよね。あ、そうです、イチボです。いただきます。うわ、うん、これは美味しい、うん、これはめちゃめちゃ美味しいな、うん、ほっぺた大ラッカーちょっと待ってちょっと待ってどうやって楽しみを感じてるんですか、じゃあ女性は。なんですかね、インスタのストーリーと更新して、はあ、インスタ投稿してですかね。そもそも女子がなんかそういうツイッター的なことをやらないと思うんですよ。なんかカノンさんどちらかというと多分インスタよりツイッター派みたいな感じじゃないですか。はい、そうです。インスタはあまり更新しませんで多分男性もインスタよりツイッターの方が楽しめてる感じなんですよ。そうですね、女子はどちらかというとツイッターよりインスタみたいな、はい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 、ああいうちょっとキラキラした感じ。確かに私の仲良い女友達みんなインスタですねこれはありがとうございます。リブロースでございます。うん、卵にくくらせて食べてください。うん、美味しいですか？うん、美味しい。インスタやれば多分もっと女子の気持ちがわかるとなるほど。
でさっき言ったその、はい、私の男時代を知らない女の子友達との女子会は全然あるんですよ今まで。ああそうなんですね。でその時はもちろん私の過去のこと知らないじゃないですか女友達、はい、だから私も女子っぽいノリに入るんですよ、はい、正直な話、まあ私の性格な部分あるかもしれないですけどもやっぱおちんちんって言ってる方が楽しいですもん。キャロちゃんは、はい、女子会してる時にどこに楽しさを見出してますか。だって私は女としての女子会に参加した時はあれですよ、何使ってんのみたいな全然厚塗り感ないじゃんっていう終わり。確かにそういうの多いですね。うん、それですごい盛り上がるんですよ。じゃなくて本当に私の昔の男時代の姿を知ってる女の子友達との女子会に行った時にみんなこのパスタ美味しいよねなんかヘルシーだしって言ってる時にチンゲ大魔王みたいなことを私言うんですよ。するとうんみたいな感じされるんですよ。全てでも面白いと思っちゃうんですよ、実の。ああ、本当ですか。はい。なんか、なんでしょうね、女子はそういう下ネタ的な部分、ちょっとタブーじゃないけど。でも人によりますよね、でも。まあ、そうですね。多少人によるかもしれないけど。キャロちゃん自身も言わないんですよ。いや、私ですらそんなに言わないので。チャンネルで結構はっちゃけてるじゃないですか。そのキャロちゃんでも、あんまり。あんまり。抑える。ますね。やっぱ惹かれちゃう可能性が高いので、保険に。入るというか聞かれてもいいじゃないですか。分かった、そういうことか。だからだ、私昔の姿を知らない、もう今の姿で知り合った女友達と会うと向こうも私を女として接してくるわけじゃないですか。はい。だからあんまり仲良くなれないんだ。あーなるほど。その場つなぎで下ネタ私使うから。え、下ネタが面白いと思ってるんですか、それとも下ネタ言うのが楽しいんですか。いや私本当に毎朝で食事中にうんこちんちんだけで笑っちゃうんですよ。小学生。はい。それだけで十分なんですよ、全然。ああ、なるほど。はい。これローストビーフです。わあ、すごい。ローストビーフ食べてください。はい。ローストビーフいただきます。これ上に乗ったりなんだろう、おろした。あ。さっぱり系。うん。うん。じゃあキャロちゃんも女子会に参加した時はもう全然自分を出さない感じですか。本当の自分を解き放たない。本当の自分。はい。いやもう女性の先輩だからいろいろ聞いちゃうんですけど。はい。解き放たないんですか本当の自分を。めったに解き放たないですね。解き放てる集団だと確信できたらお酒 3,4 杯ぐらいでやっと解き放つぐらいだと思います。でもなんで私仲良くなれたんですかね逆に。私みたいな女友達っていないですか。なかなかいないですね。さっきカメラ外でも私変な踊りしてる。しましたね。もうここ来るまで電車の中でも一人でなんか人を怒らせる方法がとか言ってなんかちょっとやってんすよ。はい。じゃあちょっとカモさん質問あるんですけど、はい、正直その女子会乗り的なのってしんどいなみたいに思うんですかね。そんなことないです。っていうのも今までやっぱり男子の中でずっといたからなんか新しい感覚、まあ、新感覚だなみたいな感じですね。あんまり体験したことないその場の空気感みたいな、はい、そういう感じなんで苦ではないけども、でもどっちかって言ってやっぱりうんこちんちんって言ってる方が楽しいかなみたいな。あ、気を使わないみたいな。あーなるほど。ファンデーション厚塗り感なくていいよね、どこに売ってんのっていう会話よりは楽しいかなみたいな。っていうのはもともと私そんなコスメ興味ないんで。そうなんですね。うん、まあ見た目良くなりたいっていうので買うけども、でもその化粧品興味あって買うっていうよりか見た目良くしたいから買うっていう、そういう手段のために化粧してるだけだから、別にそのコスメ集めとかそういうのもないっていう。そうなんですね。はい。え、好きですか？コスメ集め。私もそうでもないですけど、みんな何使ってんのかなっていうのはちょっと気になるかもですね。女だ。やばい。え？そっか、キロちゃん女だったんだ。はい、どうぞ。リブロース。ありがとうございます。伝説のリブロース。片面焼き。おお。一回タレにつけてから。あ、なるほど。卵にちょっと味を濃くして食べよう。の伝説が始まった。うまい。うまっ。
でも私女友達全然いないって言ったけどいるんですよ。一応大学時代の仲良かった友達がいて、ほんとなんかキャロちゃんとすごい似てるんですよ。どっちかっていうとそのオープンになんかさらけ出して、なんか私言うくだらないことも普通に受け入れてくれるみたいな系の子でその子と私日光の温泉に行ったんですけど、その時私ってその性転換の手術を終えたばっかで、なんか自分以外の女の人とこの作り物の自分の股間どんぐらい違うのかなみたいなね。私気になって、ちょっと見比べてみないみたいな、ちょっと比較しようよって言ったら全然向こうもいいよみたいな感じで、で比較したんですよ。はい。したらやっぱ今の医学ってすごくて、全然わかんないんですよ。見ても、初見の人だったら絶対わかんないって気づかない。そしたら今度キャロちゃんも一緒に私と見比べません？全然いいですけど、他にそういうことやる女子なかなかいないと思いますよ。やっぱり。はい、ということでですね、実際私の悩みを打ち明けさせていただいたんですけど、普通の感覚とちょっとなんかずれてんのかなって再認識しました。難しいですね、女性って。まあそうですね、いろんな女子いると思う。まあ男性も難しいんですけども、でも今まで私ずっと21年男子として生きてたから、これからどんどん慣れていけるようにいろいろご指導お願いしますよーし。多分こういうのもやらないんですよね。もう変な声出さないですよ。やっぱ変な声出さないですか。出さないと思います。さっきみたいに私がふぃーって言わないですか。そしてですね、今回ケロちゃんとのコラボ企画で、後編はケロちゃんのチャンネルでですね、いろいろとケロちゃんからの質問に私が答えてますので、ぜひそちらもご覧ください。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。私のインスタグラムと LINE 公式アカウントも画面の下にありますので、そちらもフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。